今回は住宅取得プランニングと住宅ローンの論点について解説したいと思います住宅資金は教育資金や老後資金と並ぶ人生の三大資金の一つで大きな金額が必要になりますから綿密な計画を立てなくてはいけません住宅取得資金は自己資金と借入金に分けて考えることができますが 住宅を買う人のほとんどは全額を自己資金で賄うことはできませんから、住宅ローンを計画的に組む必要があります。ちなみに、自己資金の目安として、物件価格の10%から20%程度の手付金と処刑費の用意が必要になると思ってください。それから、住宅ローンを組む際には、長期の資金計画が必要となりますから、借り入れ可能額ではなく、 返済可能額を元に借り入れるのが安全だと言えます。それから、長期の資金計画という意味では、住宅ローンの返済者が死亡してしまった場合のリスクヘッジも忘れてはいけません。そこで登場するのが、団体信用生命保険。略して、断信と呼ばれる金融商品です。これは、名前に生命保険とあるように、人が死んだ場合に保険金が支払われるものです。 住宅ローンの契約者が死んでしまうと、ローンを返済する人がいなくなりますから、住宅ローンの返済者を非保険者とする。つまり、住宅ローンの返済者が死ぬと保険金が支払われる商品です。ただ、普通の保険と違うのが、保険料を負担する契約者と保険の対象となる非保険者は住宅ローンの債務者なんですが、保険金の受取人は身内ではなく金融機関です。 つまり、これは金融機関にとってのリスクヘッジで、住宅ローンの返済者が途中で亡くなってしまっても、ローンの残高を保険金で回収するという仕組みです。ローンの返済者の遺族にとっても、男子の保険金で住宅ローンを完済してしまえば、借金の方に自宅が持っていかれることなく、引き続き家に住み続けることができるというメリットがあります。このような仕組みの商品ですから、 住宅ローンの契約者が亡くなった時に支払われる保険金の金額は、住宅ローンの残債に等しくて、時間の経過とともに住宅ローンの残債が減少すると、男子の保険金額も減少しますから、保険料もだんだん少なくなります。ただ、男子の保険料は通常住宅ローンの金利に含まれていますから、住宅ローンの契約者が保険料の減少を肌で感じることはないかもしれません。 次はフラット35について。フラット35のフラットは水平という意味で、金利が水平、つまり固定金利という意味です。有識期間の上限が最長35年で、全期間固定金利ですから、フラット35というネーミングになっています。そしてフラット35には大きく分けて、買取型と保証型の2種類があります。 買取型は金融機関がお金を貸した後、将来お金を回収する権利を住宅金融支援機構に売却します。そして金融機関はその売却代金を新たな債務者に貸し付けて、またその債権を住宅金融支援機構が買い取るということを繰り返します。こうすることで金融機関が利材を稼ぐのが買取型です。 買い取り型では実質的にお金を貸しているのは住宅金融支援機構だと言えますから、住宅ローンの対象となっている物件には住宅金融支援機構を第一順位の定当権者とする定当権が設定されます。一方、保証型はローンの貸し手は金融機関で、住宅金融支援機構は金融機関に対して 債務者が返済ができなくなった場合の保険を提供します。なので、このパターンは金融機関が実質的なお金の貸し手ですから、金融機関を第一順位の定当権者とする定当権が設定されます。でちなみに、多くの金融機関で取り扱われているのは、たくさんの人にお金を貸すことができる買い取り型です。 フラット35の金利についてはいくつか注意点があって、まずフラット35は全国どこの金融機関でも取り扱っているんですが、金融機関ごとに金利が異なります。これはフラット35という商品を使ってどの程度儲けようとしているのかが金融機関ごとに異なるからで、例えば同じ商品を買うのでも、スーパーで買うのとコンビニで買うのと、 ドラッグストアで買うのとでは、それぞれ値段が違うのと同じ理屈です。それから、融資を申し込んだ時点のものが適用されるわけではないという点にも注意が必要です。申し込みをして審査が完了した後、融資実行時点の金利が適用されますから、申し込み時点の金利と適用される金利が違ってしまう可能性があります。でまた、 住宅の取得価格に対する借入金額の割合が90%を超えたり、返済期間を21年以上にしたりすると金利が高くなります。物件価格の全額、100万円以上、8000万円以下まで借りることができますけれども、最低10%は自己資金を用意した方がいいと言えます。物件の要件は、まず対象物件が 本人または親族の居住のように供するものでないと、フラット35は利用できません。また、戸建てなら70平方メートル以上、マンションなら30平方メートル以上の床面積が必要で、もし店舗併用住宅なら、床面積の半分以上が住宅である必要があります。それから、借り換え利用はできますが、投資用物件の取得資金に利用することはできません。 それから、いくら35年借りられるからといって、例えば80歳の人が借りようとすると、平均余命から考えて完済できそうにありません。なので、申し込み時の年齢は、基本的に満70歳未満とされています。ただし、親が借りて、親が亡くなったら子供が返すという親子リレー返済の場合は、子供の年齢が基準になりますから、 親の年齢が70歳以上であっても利用することができます。その他、保証人、保証料は不要で、団体信用生命保険は任意加入となっていますから、フラット35の債務者が死亡した場合のリスクヘッジ費用は別途かかります。で返済条件については、フラット35は年収400万円未満の人と400万円以上の人とで、 年収に対する割合で定められている年間返済限度額が変わります。また、繰り上げ返済をする際の手数料は不要ですが、インターネットサービスを利用する場合は10万円から、金融機関の窓口で返済する場合は100万円からでないと繰り上げ返済することができません。加えて、フラット35を利用する人が一定要件を満たした場合には、 いろいろな割引制度が用意されていたりと、フラット35は論点が多いので、深追いは注意ですが、確認問題やもしで扱っている基本論点は最低限覚えておいてください。続いては住宅ローンの契約形態について解説したいと思います。で住宅ローンの借り入れ可能額は、契約者本人の勤務先や勤続年数、 年収、家族構成、他での借り入れ状況など、様々な要素をもとに銀行が独自の方法で審査を行って決定します。ですから、契約者の状況によっては、単独では希望した金額分の住宅ローンの借り入れができないというケースも少なくありません。このような場合の選択肢として、収入合算とペアローンという選択肢があります。 まずは収入合算について。これは夫婦や親子などで収入を合算して住宅ローンを組む方法で、世帯収入を増やすことで単独で住宅ローンを組む場合と比べて借入金額を増やすことができるメリットがあります。細かく分けると収入合算には、連帯債務者を用意する連帯債務型と、 連帯保証人を立てる連帯保証型の2つのパターンがあるんですけれども、これらの人たちにはどちらも、債国の公弁権と検索の公弁権と分別の利益がないというのは共通です。本題とそれますから、これらについて今回は詳しく解説しませんけれども、主たる債務者が返せなくなって、債権者に返済を求められた場合に、 無抵抗で全額債務を被らなくてはいけない可能性があるんだと思ってください。連帯保証人は主たる債務者が返済不能になった場合にのみ返済義務を負います。つまり、連帯保証人には直接的な返済義務がありませんから、団体信用生命保険の加入はできず、住宅ローン控除を受けることもできません。 基本的に団体信用生命保険の加入は主たる債務者を対象として住宅ローン控除の適用は最初から返済義務がある人だけが対象なんだと思ってください。一方、連帯債務者は主たる債務者と同様に返済義務を負います。そのため主たる債務者と連帯債務者の両方が住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、 連帯債務者は主たる債務者ではありませんから、夫婦連成男子の取り扱いがある金融機関で契約する場合を除いて、単独で団体信用生命保険に加入することはできません。また、住宅の持ち分割合とローンの負担割合が異なる場合、ローンの返済を肩代わりしているとみなされて、贈用税の課税対象となる場合がありますから注意が必要です。 次はペアローンについて。単独で希望した金額分の住宅ローンの借り入れができない場合、収入合算以外にもペアローンという選択肢があります。これは夫婦それぞれが住宅ローンの契約者になって、お互いに連帯保証人になる借り入れ方法です。ペアローンでは夫婦それぞれが男子に加入することができて、住宅ローン控除を受けることができます。 ただし、契約が2本になるため、印紙代や事務手数料が多くなる点などに注意が必要です。以上をまとめますと、画面の図の通りになります。丸暗記するのではなく、理屈で理解していただきたいので、なぜそうなるのかをスラスラ説明できない箇所については、また動画を視聴して振り返っておいてください。 それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。